マジか。うそ。もう一回行くんだ。まあ、すんごい強い愛情を感じたお礼に対する。確かに確かに。お礼に対する。この番組は。このスポンサーでしょうな。プロデュースボール。回っております。はーい。うるさ。いや、今日もお願いします。よろしくお願いします。はい、中華英国軍、今日もお迎えしてお送りしていきたいと思います。マイスキルム講師のデスネ様でございます。よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、じゃあ今日もですね、今日はね、何が来る、何が来る、今日はですね、何が来る、言っちゃっていいですか。はい、今日もですね、ちょっとリアクション動画おやっていきたいと思うんですけど、はい、なんでこんなにこの二人がワクワクしてるかというと、はい、ついに、ついにですか。ドドンドドン、こちらの動画のリアクションをさせていただきたいなと思ってるんですけど。おーこれ何かっていうと、はい、我らがボス、はい、まあ、リンチ、はい、葉月さんの、まあ、カバー動画。ボス、ボスいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ということですね。そうなんですよ。あの、なんと葉月さんが、はい、なんと意外な選曲、僕もね、あの、初めて聞いた時びっくりしたんですけど、うんうん、まあ、ラブカという、はい、ヒイラギヒライさんというですね、はい、あの、ボカロ P さんが、うん、あの、作られた、ボーカロイドの曲ですね。なるほど。葉月さん、こういうとこ本当にすごくないですか。いや、葉月さんの活動って、うん、マジで幅広いやん。マジでいつもびっくりするよね。新しいものをどんどん取り入れて。いや、素晴らしいですね。本当に。さすがとしか。好き嫌いせずに、こう、なんか、いろいろ取り入れてこうみたいな。うん、で、もう、うん、ほぼ、あえてですよ。はい。ほぼ聞いてないですから。そうだね。ほぼ、もうほとんど聞いてないです。なので、ちょっと新鮮な気持ちで、うん、もうそれこそ皆さんがプレミア公開で見るときと、うん、もう同じような気持ちで見ていけるかなと思いますので、葉月さんといえばもう、多彩なテクニック。いやー、もう、セクシーな歌声、うん。その色気のある歌声がめちゃくちゃフィットしそうな選曲なんですよね。うんうん、なので、ちょっとこれ皆さんと一緒に、このほやほやの動画を、よしよしよし、見ていきたいなと思います。お願いします。よし。行ってきます。こういう感じの曲なんですよ。もう無理ですね、うん、もちろん原曲は知ってます、うん、そうですね、原曲とか、うん、アド3歌唱バージョンとかは、はい、聞いてます。もちろん葉月さんの場合どうなるでしょうか。もう合うの、うん、あと映像がね、ちゃんとあるのが感動しました。そうですね。あーい、何テンション上がる。いや、やっぱ葉月さんが出てくれた方が、うそうだよね、本当にそう、ありますね、実写だし、うん、いいサウンドです。おーい、導入が、いや、もうね、導入された、インストールされた。いや、インストールされましたね。もうされた、もうプログラムが、もう、いや、マジでめちゃくちゃいい声っすね。いや、鳥肌立ちますね、これね。でも、どんどん好きになっちゃうなっちゃうなっちゃうめっちゃってブレスをさ、ブレスがね、くないくない、うん、で、そう、ちょっとこう、最後のくらいで、いいってこう、す抜いてくるんだね。そう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 。で、やっぱさ、葉月さんの特徴として、うん、こうなんだろう、吐息っぽくいく感じ。いや、それが、ね、これ武器ですよね。本当に羨ましくて。むずいからね、これ。一番むずいっすよ。これ意外とむずいんだよね。いや、俺の中で一番むずいっす。あ、そうか。いや、マジで。安定させるのがむずいんですよ、これ。そう。ブレッシーな状態で、うん、要は、支えが少ない状態っていうかさ、うん、幅広く当ててるみたいな。そう、もう開いてる状態だからね。そう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 。あー、あーってやってるときと、ね、そう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 。この状態でさ、で、あの、葉月さん少しこう鼻に。そうそう、鼻のあたりに響かしてる。ここ、うん、随所ですよね。うん。ラララララララ、めっちゃ面白いですよね、うん、これも得意ですよね、うん、もう俺の大好きなポイントです。いや、本当に入ってくるね。いや、本当に入ってくるね、これね、めちゃくちゃいい。ここの辺ちょっと気だるいっすね。うん、これはちょっとアドさんリスペクトなのかな、うん、なるほど。
ラブがみたいな。うん。ちょっと、吐き捨てるじゃないけど。そうそう。そういう感じですよね。ちょっとこう、息スピードつけて入ってるよね。うん。もう、息の流速がやばいですよ。やばい。ぐわーん。そう。ぶん投げてる。もう、さんね。だからこう、パリッとした。フックもう。フックが来てる感じ。フックなんだ。そう。フックがちゃんと引っ掛けるように、こう、こうしろって言われる。で、こうなんかちょっとずつ歌い方変わってるのわかりますか？なんかね、最初はこう、ちょっと、くんらい、だったのが、ちょっとこう、パキパキしてきてるよね。一回抜いてます。ちょっと手だけだ。ちょっとね、サビを前に。ちょっと来ましたね。ちょっとこう暴れてきてるよね。ちょっともう、予兆がね。予兆してるよね。感じさせるよね。がなりがすごい特徴的であって。そうだね。でも葉月さんなんですよね、もうこれ。いや、そうなのよ。これがもう葉月さんみたいな。そうなのよ。その血が抑えられんくなってるよね。そう、もうサビを前にさ。血が騒いどる。そう。原曲どうだったっけ？もうこういう感じになったよ、ほんとに。楽しそうだね。もう、何か違う。そう、血がもう、シーッて。血管がこう。もう流れてきて、もう、今もうムッキムキになってきてます。完全にたぎってる。パンプアップしてるね。そう、もうこれがね、葉月さんの、もう一番、俺、好きなポイント。あ、もうそうだね。そうだね。もう俺の中でイメージの。間違いないっすね。代名詞の一個だよね。うん。はっきりしてね。来てね。チャラルからのレブカあああもう、もう耳元で言われたい。ああ確かに、うん、もうこっちからも来てほしい。そうだね。3D でね。いや、すっごいやっぱ声が甘いっすね。そうだよ、甘いっすよ、うん、いや、本当にそうよ。甘ーがなってた人と一緒の人ですから。そうですよね。こんな振り幅ありますかっていう。いや、素晴らしいっすね。とこですよ。この曲むずいな。またがなり入ってね。歌いこなしてんな。すごいな。めちゃくちゃ難しいっすよ、これ。いや、めちゃくちゃむずいっす。もう歌いこなしてますよ。うん。まあなんかね、センスですけど。いや、素晴らしいっすね。だからその、遊んでるもんね。うん。やっぱ余裕すら。いや、ほんとにそう。これはもうやっぱベテランのパワーですよね。うん。こんなやっぱ早い曲じゃないですか。だから表情出しにくいじゃん。出しにくいっすね。出しにくいんだけど、やっぱ随所でやっぱ出してるからさ。やっぱキチキチになっちゃうじゃん。これが早いと。そう。もう、歌うので一生懸命。そう。なっちゃったりする。早口言葉みたいなもんなのさ。いや、これは素晴らしい。もう一回ちょっと聞きたいね、うん、サビ。まあね、多分こっからね、また変わるんだよ。なるほど、すごいな。うん、声がもう甘すぎて。確かに。おおちょっといいっすか、切れてると、うん、1番と絶対歌い方変えてんすよ、ここは。はい。なんか一番はさ、まあ導入なんで、はい、ね、なんかこう、広いわけじゃないんだけど、うん、なんて言うんだろう。ちょっとまあ、月並みですけど、こう、おとなしめに入ってて、葉月の色は入ってるけど、まあ、ノーマルに近い感じっていうか、なんだけど、なんか2番の方が、うん、ちょっと、なんだろうな、俺の印象だよ。うん、キュッてしてるっていうか、狭いというか、うん、特に最初なんだけど、うん、印象だよ。はい。なるほど。表情で言うとこういう感じ。くないっていうのが2番な感じで、こうなんか聞いた感じだね。これザフック飛んでくるからちょっと。違う。なんか1番はさ、ちょっと1番に振り返ってみるとさ、
そう、なんかちょっとさ、こんな窮屈じゃないよね、はい、1番の方が、はいはいはい、暗い暗い、ちょっと支配してる感じっつうのかな、なるほど、うん、だけど2番の方がよ、もっと閉じ込められてる感覚っていうのかな、うんうん、いくよ、うん、暗い暗い、うん、暗い暗い深海ベールにみたいな、なるほどね、感じはするよね、うん、確かに、この辺でもちょっとポジション違うもんね、ちょっと違うかも、ちょっとなんか喉の位置ちょっと狭くしてるよね、なるほど、これ鼻じゃないんだ、ね、結果鼻にかかってるみたいな感じじゃない、うん、狭くした結果みたいな、あーなるほどね、打ち上げられ、ちょっともう一回聞いていい、うんうん、雰囲気ね、打ち上げられ、打ち上げられぐらいだと思うんだよね、うん、これ打ち上げられるの最後のられもちょっとね似てるんですよ、ね、そうなの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 そうそうそう、ああ気づくの楽しいっすよね、いやマジで楽しいっす、楽しいっすよね、うん、みんな皆さんいっぱい聞いた方がいいっすよ、うん、おあー、変わったね、うん、これは誰が聞いても、うん、ああ、届け届け、うん、こういう感じだね、深いんですよね、ビブラート深い深い深い深くて、うん、これ前他の動画でも一回言ったんですけど、はずきちゃんあえてビブラートかけるときに、うん、ピッチごと上げるんだよね、半々音ぐらい上げるんだよね、なるほどね、これね、結構葉月さんに寄せたい時に俺もやるんですけど、あ、そうなんだ、そう、なんかね、届け届けじゃなくて、はいはい、届け届けなんで、あー、なるほど、こっちが近いでしょ、いや、すごいわかるわ、こっちが近いでしょ、うん、そう、っていう感じなんだよね、なるほど、こうじゃなくて、はいはい、もうこう、もうそのままその前をこう持ち上げちゃう、ね、もうそう、本当にそうそうそう、歌詞的にもいいよね、なんかね、うん、届けみたいな感じでさ、うん、これ特徴なんですよね、うん、いや、すごい、あ、わかるね、すごいね、うん、強いね、あついに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 、いやーシャウトしちゃった、シャウトしちゃった入れてきますね、いやすごいんですよ、シャウトが入れてきますね、めちゃくちゃ歪んでたよ、で、そう、歪みの粒な細かさが、細かいしスケールでかかったね、今の歪みうわーってきたよ。ちょっと結構これは結構びっくりするよこれ。びっくりしました。うん。あ、まあ、ね。はいはい。強いよねこれ。うんうん。はい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 。いやー。タラルの1音目から今度はかなってんだ。ちょっとね。ザラルザラルって言ってんだ。確かに。これ解放しましたね。そう、もう全部らしく全部いってるよねこれね。もう一回聞こう、ここだけ、はいね、そういうことね、やっぱそうだ、うん、一応目からいってんだ、いやそうっすね、ジャラネーチャラルって言ってますよね、うん、いやーすげえな、均一でね、うん、すごく綺麗な歪みですよね、いやすごいっすね、これも代名詞ですよね、うん、ガナリはやっぱでも葉月さん結構荒々しいですよね、うん、そのいわゆるなんかワンオクロックとかさ、ああはいはい、はい、とかの歪みとかもさすごいかっこいいじゃん、うん、細かくてさ、うん、ああいう感じよりは、うん、もっとなんか雰囲気だよね、ああチャラネーオ、うん、そうだね、うん、こうバチンとブラシャッ、うん、どうするバシッ、いやそうだよね、ジョヒってジョヒンジョヒン、いや複数いっちゃったから複数いっちゃってる、一発目一発目一回で決めれてないから弱いか弱いから、そいつは弱いから、確かにそいつのガナリは弱いから一回で言ってくれたの俺そうすごいっすね、これは一発のこのハズキさん破壊力、うん、いやこうミドルの感じがいいんすよね、ミドルでしたね、うん、あれミドルのシャウトですね、そうですよね、あ間違いなくね、いやすげえ聞いてて気持ちいいんだよな、もう一回行くんだ、まあ、すんごい強い愛情を感じた、お礼に対する、確かに俺に対する愛情をすごく感じました、そこなんだ、いや違う、もう一回来たね、もう一回来た、さっきので十分びっくりしたのにこっちの方がびっくりしたね、荒々しいね、ちょもう一回行こう、もう一回行こう、待って油断してたよ、いや俺も油断してた、油断してた、マジで油断してたよ、うんうん、これはいいね、こ
りゃいいね。すごい。これは一発だね。いやーすごいなー。さっきのよりよっぽど低かったね。あのこっから来てる。こっからこうブシュ。確かに振りかぶってる。いやめちゃくちゃ振りかぶってる。さっきの一回のシャーターあるじゃないですか。あれでも動き止まってるからこっちは。そうだね。そうもう油断してるから。やばいやばい。やばいガガガ相手はひるんでいるようだ。そうそう。もうこっからね。もう油断したところに本当に食らった。いやーすごいなぁ。最後あれやろ。あーいいね。好きだなさっきの。さっきのさ、うん、これちょっと2個ぐらい面白いとこあった。さっきなんかがなりでなんかしゃくってたよね。あーあったあったあった。これ面白くない？これすごくない？ぐーってこうねっかーってで言ってる。これなんかさ、葉月さん、アドさん、あチックじゃない？いや確かにそうです、ね、合わさってね。うん、なんか葉月さんのテイストと、うん、アドさんのテイストが合わさってない、うん、これいや、完全にマッチっす。マッチしてるよね。カーン。仕上げてたよね。仕上げてた。仕上げてしますね。すげえ、これ。ちょ、もう一回聞こう。もう、これいいね。もう一回これいいよ。これ。ここも俺好きなんですよ。ここがもう一個なんだけど。はいはいはい。しょうがないのニュアンス。はいはい。これもですね、葉月さんの。葉月さんオタクの。なるほど。あの、ポイントなんですけど。はいはい。しょうがない。ああ、そう。しょうがない。ちょっとこう、揺れてね。そう。言ってんだよね。トルネードって言うらしいですよ。トルネード。葉月さんが生放送でね、言ってたんですけど。確か、ちょっともう一回聞いていい？あ。しょうがない。はい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 。ここの部分。これがトルネード。トルネード。うわぁ、さすが。いや、さすがですね。これ、葉月さんあるあるですね、これね。後ろで入ってたね。後ろで入ってたシャウトが。しかも高くなかったっすか？結構高かったっすね。高かったよね。うん。やりなるならやめなの高さが。はい。入ってる。そう、結構高い。高いね。これ、がなりに近いかな。うん、近いかも。うん、でも、スクリームではあると思うんでね。うん、そう、この間、あの、ライブ見に行かせていただいたんですけど、はい、結構高いシャウトをやってまして。あ、歌い方変わってきてるもんね。いや、あの、見ててすごいなっていう。うん、すごいんすよ。その、音程のある、がなりのシャウトなんですよね。あ、そうなんだよ。そう。こう、歌にがなりとかシャウト入れるとマジで難しくて。そうなのよ。まあ、葉月さんもそうだし、うん、プロの人。うん。この人すげえ上手くなってんなみたいな人って、うん、まあいるじゃないですか、たまに。あ、そうですね。いるじゃないですか。みんなはちゃめちゃに努力してますよね。そうなんですよ。ちょっと ね、自分のキャラクター的に営業妨害なんですけど、ね。そう。だからね、言ってるかもやったんだけど。いや、そうだね。そう。めちゃくちゃやってるからな。うん、そうなんですよ、ね。練習はめちゃくちゃやってますよ、うん。そう。ただそうなったわけじゃないから、ね。うん。何もしないでなるわけがない。まあないです、うん。めちゃくちゃやってます、うん。めちゃくちゃやって、ちょっとずつ変化して、そう。気づかれていくっていう。うん、そう。で、だんだんね、その小さな変化の時ってみんなやっぱ気づかない。気づかないのよ。でも自分の中では、うん、ここはこうなったとかっていうのがすごいあるんですよ。あるのよ。みんなが気づくのって、半年後、一年。そう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 。半年だね、最初。そうだ。そう。その辺もちょっと垣間見えますよね。いや、すごいなぁ。この辺ね。この辺もちょっとトルネードかな、うん、ちょっともう一回いこうか。あー、トルネード入ってますね。こう入ってる。トルってますね。トルってるね。うん。はめっちゃこう押し込んでる。これ入ってるね。はからのちょっとトルネードみたいな。いやーすごいですね。うん。うわー。セクシーですね。フェードアウト。ボビーがね。そうなの。
こんにちはっつって。こんにちはっつって。D さんですけど。はい。D さん。D さん、うん、D さんって、めっちゃ低いわけじゃないじゃん。うん、まあまあまあ。めっちゃ低いわけじゃないじゃん。うん、まあ出るじゃん。うん。出ます。けど、なんか、もっと低く聞こえる。あ、でも、そうなんすよね。G2 ぐらい聞こえない。これぐらい聞こえない。わかるでしょ、うん、じゃあ、わかりますよね。深いんすよね。深いのよ。声、鳴らし方が。鳴ってんだよ。そう。めっちゃ鳴ってるから、うん、そこの音程、うん、正しい音程ではあるんですよ。うん、そうですね。そうですね。なんですけど、うん、こう深いから。深い。強い。強そうです。深い。強い。強い。分厚いのよ。うん。やばいよね。いや、マジでそう。これを皆さんちょっと解くと堪能してほしいんですよね、うん、こういろんなところで鳴ってるんでしょうね。そうですね。とあのやばいっすよ。チェストも鳴ってれば、その口の中でも鳴ってれば、うん、鼻でも鳴ってれば。そうだね。でやっぱその抜かすところはやっぱ3箇所あるんで。そう。あ、はい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 、そうだね。だからこんな表現力がやっぱり素晴らしいというか、うん、そうだね。もうなんか今日素晴らしいしか言ってないんですけどいやマジでやばいんすよ。すごいね。いや素晴らしいカバー動画でしたね。うん、まあ概要欄に元々の URL 貼ってるんで、ちょっとぜひぜひ、あの、僕らも今日これ、ほとんど聞いてない状態で、うん、今回僕らもこれ聞いたんで、さらいきれてないところとかね、うん、まあ、尺の問題とかもあって、はい、全然あると思うので、ここはこういうニュアンスなんだみたいな感じで、何回も聞いて繰り返し、見てください。そうすると面白いと思いますので。最高です。最高でございました。こんな感じでこのチャンネルのボイトレ関係のお話、リアクション動画などなどアップしてますんで、チャンネル登録、あと、今回の動画よかったらグッドボタンもよろしくお願いします。って感じで、デスノリさんも本当に、リッチョがお送りいたしました。バイバーイ。バイバーイ。